このクリップでは横取りコーナーオブジェクトを付属品基本ライブラリの新しい一部としてご紹介します。オブジェクトツールを有効にして設定ダイアログを開きます。特殊構造付属品フォルダを選択します。表示されるオブジェクトから横取りコーナーを選択します。この要素はハンガーと縦取り穴などの横取りが持つ設定と同じですが、 カスタムされた角度のコーナーを持つ2つの接続された横取りで成り立っているところが違っています。コーナー要素の2つの部分は別々に設定できます。垂直線が関連する設定を分割し、その上で全体として横取りコーナーに影響するグローバルパラメーターをいつでも見つけることができます。例えば形状タイプ、断面形状半径、断面形状直径と、 コーナー角度です。保護チェックボックスをチェックすると、コーナーの両側を含む横取り全体を覆う保護カードを設定することができます。分割オプションとして、ハンガーは削除するか、ハンガーチェックボックスをチェックまたは解除することで、それぞれの側で設定できます。縦通り穴はオフあるいはオンにすることができ、 対応するショートカットアイコンにより変更することもできます。また、横取りの傾斜の単位として、角度の度か、パーセントのオプションを手入力で指定することも可能です。横取りの長さと横取りの止まり角度を設定することができます。止まりは、止まりチェックボックスをチェックして、横取りを接続した場合に無効にできます。ハンガーチェックボックスにてチェックされている場合は、 右のアイコンが有効になります。このボタンはハンガータイプが選択可能なハンガータブページへのショートカットです。ハンガーの位置はこの2つの部分に関しては任意のオプションになります。統一オプションをハンガーの位置フィールドで選択した場合、ハンガーの間の均一距離を設定できます。カスタムオプションを選択するとハンガーの個別の値を設定できます。 スタイルと寸法タブページに戻ってみましょう。縦取り穴チェックボックスがチェックされている場合、右のアイコンは有効になります。このボタンは縦取り穴タブページへのショートカットとなります。形状タイプはカスタム設定として表示され、断面形状とその寸法の変更を可能にします。縦取り穴の露過器はそれぞれの側に別々に配置することができ、また、 縦どいからの距離を指定できます。最後に平面図に縦台コーナーオブジェクトを配置して 3D ウィンドウで結果を見てみましょう。新しい縦台コーナーオブジェクトと視覚的に支援された設定インターフェースのおかげでオブジェクト設定が直感的で非常に早く実行できるようになりました。